死銀の魅力を発信する死銀チャンネル おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルの平平です。このチャンネルは詩吟歴20年以上、準師範の資格を持っていて、全国大会の優勝経験もある私、平平による詩吟というとってもマイナーな日本の伝統芸能のその魅力をわかりやすくお伝えしていく内容になっております。最近ちょっとサボってるんですけど、腹式呼吸のやり方や声の出し方も、まあ、日替わりで、えー、やっているので、興味があれば聞いてみてください。ということでですね、今日はしぎ吟の内容なんですけれど、ちょっと発声に 特化したような感じですね詩吟の声の出し方これをどういう風にやるのかをですね自分で何とか想像しながら自分自身を分解しながら話していきたいと思います分かりにくかったらすいません 詩吟の声というのはですね、えー、まああの多分、和楽器バンドのボーカルの方、鈴原優子さんですね、えー、あの方の歌い方とか聞いていればわかるかと思うんですけれど、だいぶ特徴的なんですね。えー、何が特徴かというと、まあ地声がとにかく強く出すというところなのかな。あとはもう、声の、 えぐり方って言ってますかね。えー、そういったところが詩吟の特徴になるのかなと思います <coughs>。そういうことで、まあ通常の歌声からそういうふうな声の出し方、詩吟帳の声の出し方、どういうふうに違いがあるのか変わっていくのかお伝えしていきます。まあですね、普通に、えー、声を出す場合、僕は今比較的普通な感じで喋っているわけなんですけれども、えー 詩吟の場合はですね、詩吟の場合はですね、こんな感じになるんですよ。<laughs> わかりますかね。えー、まあ、今のはすごい雑なんですけれど、ポイントはですね、喉を通す、喉から息を通すことで声が出てくるわけなんですけれども、えー、喉を息が通った時にですね、その息が上顎に当たって、そこから声が出る、響く、響きが出る。 喉から息が通って上あごに当たるそこからあ声が口から声が出るという流れが通常なんですけれども詩吟の場合はですの、ねまあ、喉から空気が通るところまでは同じなんですねでそこから上あごじゃなくてです、ね、もう喉の喉を空洞だと思った場合輪っかだと思った場合にその下をこするようにですね下側のところそこをこすり上げるようにして、えー、声を出す。 えー、そ、そこの擦り上げ具合が多分強いんだと思うんですね。わ <laughs> かるかな <laughs> えー、まあ普通に話しいるとこうです。で、そこから、あー、あ、あーですね。あー、あ、上顎に当ててるのがこのあーって声。それを、あー、あ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 、こういう風に少しずつ変えてきました。今だいぶ、 喉の下の方というか、空、輪っかにした時の下の底の方を擦っている。ああ、あーあ,あ、で、さらに、ここを喉を絞り上げて、一瞬的に解放したりとか、ホースを縮ませたり、絞ったり、緩ましたり、えー、そこに息もたくさん含ませたりすると、ああ、ああ、 という風に変わっていくわけなんですねなので喉の,の下の部分をこすり上げるようにして、えー、出すそれがまあ,あのシギンっぽい声の出し方の第一歩になるんじゃないかなと思っています分かりにくかったらすいませんそうですねあのまあ、有名な <laughs> 我が木バンドさんのシギンっぽい歌い方の有名なやつだと千本桜がある,あるんで、えー、これでですねちょっと歌い方違いを見せていきたいかなと思います 千本桜。これがまあ普通の歌い方ですね。千本桜。それを少しずつ地声に変えていきます。千本桜。ちょっと地声っぽくしました。で、より資源っぽくいきますね千。千本桜。千本桜。で、最後にもう、ガガッと圧力をかけてやると。千本桜。 やりすぎたかな千本桜、夜に紛れ、こんな感じに、まあ、地声を力強く。 喉をこすり上げる。えー、そういう風にやっていけばですね、こういう風な、まあ、詩吟っぽい歌い方が、声の出し方ができるんじゃないかなと思います。今日分かりにくいかなすいません。<laughs> ということで、詩、え、吟、ー、なのか発声なのか分からないですけど、詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。今日は以上です。ありがとうございました。バイバイ。